はい、3本目です。さっき映画館行ったって言いましたが、先週のなんと月曜日に封切、月曜に封切とかいう珍しいものを見に行きました。まあエヴァの最終なんですけど、新エヴァの最後のやつ見に行ったんですけど、相変わらず難解ですね。ぶっちゃけあんまり理解できなかった私です。頭が悪い自分を自覚しながらなんとか理解しようと目を凝らしてたんで、あんまり感情的な振れ幅がないという面白い結果になりました。皆さんご覧になりましたでしょうかね。で、内容についてはこうネタバレになるので触れません。何回という以上のことを言う気はもうとかありません。皆さんもご覧になって、その上でまあ、ちょっと宗教色が強くなりすぎたなと若干思うところもありますが、それはまあ脇に置いて、まあ、楽しんでいただければいいなと思います。で、何が言いたいかと申しますと、緊急事態宣言の暗部というか副産物がひどすぎたなっていうのを今日感じてきたので、その話をしたいと思います。何かと申しますと、2つ理由があります。1つは映画館の最終公演時間、要はレイトショーが今ないんですよ。前だったら9時にスタートして11時とかに終わるなんてのは普通だったじゃないですか。で、今って遅くとも15時半ぐらいまでじゃないかな。17時か。17時半ぐらいまでに開演するっていう回しかどこの映画館もやってないはずなんですよ。そもそも東京都では。確か条例かなんかで、20何時以降に終わる、要は、終演する映画はできないよってなっちゃってるから、そこで止めてるんだと思うんですけどね。でね、普通はそれでいいんだけど、まあ鬼滅の例もあるけどさ、要は一気に客がズドって、今までは同じ回数でも時間が分かれてたじゃない。それがまずあったんで、こうロビーって言えばいい、要はポップコーンとか買うとこよ、あそこで待ってる人の人数が、要は3スクリーンで同時に新エヴァが10分後期ぐらいに始まるぞ。わかる？これ何が言いたいかわかります？要はその瞬間にロビーが偉いことになるのよ。ミスとかいうレベルじゃなかったよ、久しぶりに。満員電車も格やっていう人の量。参ったわ。しかも意外とみんな向かう先がさ、要はチケットを発行しに行く人とかさ、グッズ買いに行く人とかさ、ポップコーン買いに行く人とかいるわけでさ、こう、動線がしっちゃかめっちゃから余計に人が混雑するのね。さすがにたまんなかったね、今日はね。で、もう一つ。会がやっぱ絞られ、いくらレイトショーがなくなって、その分、同じ回数開いてるように見えても、やっぱ回数自体は減ってるんですよ。同じスクリーンで何回も何回もヘビーローテーションして、それを2スクリーンでやってれば全然元が取れてたのが、今だってそこの新宿の東宝シネマに行ってきたんだけど、4スクリーンかなを同時に新エヴァに回して、回す回数的には3回多くて回せてるぐらいのはず。だから逆に言うと、でそれで収めなきゃいけないから実は回数は変わってないんだけど、こう要は集中する場所って来ませんじゃん。朝一ってみんな行かないじゃない。昼頃とかのこう行きやすい階にズゾって客が入ってさ、ちょっと前の映画館でさ、一つ飛ばしにさ、席分かれてたの覚えてません？今日なかったからね。普通に隣前後左右に人いたからさ。参ったよ。そのくせさ、行ったこと知ってるかもしれませんけど、ドラえもん の新映画常識かわかんないけど、新しいスタイルの映画見るスタイルみたいなやつがあってさ、あの中ではちゃんと一個ずつ感覚上げてんのぜ、ドラえもんとのび太がさ。おいって思ったよね。まあ、楽しく面白かったからいいけど、騒ぐやつもいなかったし、普通に言ったらさっきみたいに難解なものを理解しようぜって集中したから、周りの雑音全く聞こえなかったけどね。まあ、何？こう、緊急事態だっつって、遅くまでやってちゃいけないっていうのはいいけど、それによる弊害を少しは、要は、人が密になっちゃいけないんだよね。ってことは別に遅くまでやっててもいいから、こう、薄く広く伸ばした方が良かったんじゃないのって、改めて思ったよ。だって、少なくても、通勤はそうやってるじゃん。通勤まで9時にみんな始業時間が大体多いから、それに合わせて8時半とか7時からとかのところで多くの列車が混雑するっていう流れだったの。ちなみに私朝今8時始業なんですけど、逆に10時始業の人もいるの。8時から10時までの間でフレキシブルにやっていいよって状態になってるんだけど、
だからそれで要は薄くしてるわけじゃん。同じ出勤の人数だよ。会社勤めしてる人はむしろあの在宅してる人がいるから減ってるんだけど、それでも薄くしてるじゃん。まあね、前あのぎゅうぎゅうの毎日なんかもう見たこともないよっていうくらい聞いたこと、あの最近見ないよね。うん、少なくても私はこう肩がぶつかるぐらいですでに満員だなと思うもん最近は。そんな中で映画館とか飲食店を前倒しにやったことによって、その終わる時間とかこのよかりせと思った飯の時間がものすごい激混みなんだよね。ちょっとあの弊害を今感じてるよ正直言って。だから最初は早く店を閉めた方が良かったよねって、今までは要は人手が少なかったから何も感じなかったんだけど、今あのこう緊急事態長引きすぎて人手が特に若年層戻ってきちゃってるじゃん。結果としてさ、集中度合いがパないんだよね。ほんとパない。みんなそう思わない？ちょっとねひどい。この何飲食店とか劇場とかに早く閉めろっていうのは、あの終電を繰り上げるのはいいと思うんだけど、ちょっと考え直した方がいいと思った。うん、あのランチタイムはどうこうとか言わないんだけど、せめてさ遅い時間だけはねちょっとやっといてくれた方が多分ねもうちょっと分散するよ。うん、最近あの夜飯食いに行ってみな。あの下手な店行くとあの飯時すげえ混んでるから今、あの唖然とするよマジで。あれなんでこんなに人いんのって思うからね。前満席とか普通になんなかったじゃん自粛の期間中さ、今満席に普通になるからと思うんだけど、あのどうでしょうか小池さんとか、あ菅さん、あのそろそろこの緊急事態宣言のあの良し悪し、あの政策の良し悪しが見えてきたはずです。少し取捨選択してみることをお勧めさせていただいて3本目といたします。ありがとうございました。